お疲れ様です。令和に昭和を思い出す。そんなロスジェネ世代が愛用しているのがこちら。昭和40年男ですね。こちらの方、最新号が届きました。これはですね、定期購読の通販で、えー、2ヶ月に1回出ております。で値段が940円ぐらいのものなんですけども、これ薄いんですよね。はい。まあ、あの、940円というと雑誌としてはね、高い部類に入るのかな。まあまあ高い方なのかなと思いますけども。まあけどね、 ちょうど良い量なんですよね多すぎてもサービス買ってたらそんなことはないとやっぱり分厚い雑誌って結構広告が入っていてね読まないところが多いんですよねでこちらの方はねもう読んで字のことし昭和40年代に生まれた人が懐かしいなと思うものを毎回毎回特集してくれてるんですよね今回はあ何俺たちが愛した昭和映画っていうことですねまあジョーズって映画 あの音楽を思思いいいい出すす人もいるんじゃないかなかと思いますさあその他にはどんな映画があるんでしょうか私は「男はつらいよ」がねいいかなと思いますけどねあちなみにね「男はつらいよ」なんですけども私のね大和くん子供のね大和くんに寅さんの格好をさしてそして昨日ねスクールで、えー、ワッキーデーっていうのがあるんですよこれはね普段とは違った変わった格好バカげた格好をして投稿しようよっていう1年に1回あるイベントなんですけどもそこに「男はつらいよ」の寅さんに扮したね んで出てててもらってなんと優勝しししまいました <laughs> いいたや寅さんさすがだなとはい私もね寅さんの真似事でね週に1回はあ,のあっちへふらりこっちへふらりと行くんですけどもいろんなところで声をかけて頂い,いてそれが仕事にもつながっております、はい、こんな感じでね始まってますね今回はね映画ってすごいと踊らされた「キングコング」確かにキングコングも学校で入りましたね 何のことか分かんないけども、みんな真似をしたもんです。はい。そして、ブルース・リーが出ています。ブルース・リーも、結局、それを知るものと知らないものに分かれるんですよね。なんせ、映画ってのは、テレビで見ることが多かった昭和40年代生まれなんですけども、テレビもね、夜9時ぐらいからスタートでしょで、たまに野球中継で、下の方にガクンと伸びますから、全部見ようと思ったら、もうほぼ12時になっちゃうんですよね。で、そういった深夜の映画を見ることを、 そして大体子でもがね8時とか9時に自分の部屋に戻って寝静まった後とお父さんやお母さんがね好きな時間を過ごす好きなテレビを見るっていうのがルーチンでしたから子供が起きてるとねそれテレビが見れないんで早く寝なさいってことになるわけですよね今でこそそういった事情が分かるんですけども当時は何でね夜はテレビ見ちゃいけないのかよく分かりませんでしたねロッキーこれも流行りました ね、私もテレビで見たのが初めてですそれから「スター・ウォーズ」っていうのがねありますねもうね文章を読まなくても写真を見るだけでも十分みたいな感じがありますうんその他ゾンビブームがあったり「バック・トゥ・ザ・フューチャー」バック・トゥ・ザ・フューチャーはねついにパート4が作られてるみたいですね で、バックトゥーザフューチャーといえばあのデロリアンっていうタイムマシーンですけども、あれはね、私がナイト2000のレプリカを作ってもらったエリア101さんっていう埼玉の会社が、実はデロリアンも並行して作っていてね、えー、最も多くこの日本にデロリアンを送り出してるんですよ。まあデロリアンってのは、総生産数が7000台、市場に流通してるのが6000台というね、まあそういうふうな希少車なんで、もう今ね、デロリアンの中古を手に入れるだけでも1000万近くするわけなんですよ。 で、そこからレストアして、いろいろといじってね、タイムマシン仕様にするわけですけども、もう一体いくらかかるのかね、想像がつかないような金額です。えその他なんかないかなぁ、うん。まあ、スタローンなんていうのはね、今度ロッキー7を作るっていう噂まであるぐらいですからね。本当なのかなもうね。70代後半のロッキーがね、リングに立つのかっていうね、おかしな、もうわけのわかんない状態になってますけどね。はい、まあ、そこがね、いろいろと、ほんと見ればね、見るほど、 すごいなぁと思うことばかりですよ。おぎ荻野目洋子ちゃんだ。現在の荻野目洋子さんです。ね。これ当時の荻野目洋子ちゃんですね。懐かしい。あ、これアップル。スティーブ・ジョブズが出てますね。どういうわけか。うん、まあ見るだけでもうお腹いっぱいですね。これほんとにね。ね。これ表紙見ただけでも、ああ、ちょっとパラパラっとしたいなと思うでしょ。ね。こういった今私たちには懐かしいってものすら今商品になるわけですよね。 まあですんで、私もライブ放送で、懐かしいをテーマにしたライブ放送を結構ね、企画するわけなんですけども、やっぱウケますね。こういうのはね。この前なんてのは、ロスジェネのなんか、分析についてね、なんか一週間も続いちゃったみたいなことがありましたね。パート1、パート2、パート5まで行っちゃったみたいな。朝のライブ放送でもそのぐらい話が伸び伸びになっちゃってね、本来1回か2回で終わるところがね、そうやって伸びちゃうわけですよね。うん。はい、じゃあ今日も昭和、しっかりと。 成熟していきましょうかねい、うん、ってらっしゃい